水蛇かヒゲミズヘビ属に分類されるヘビ。本種のみでヒゲミズヘビ属を構成する。カンボジア、タイ、ベトナム全長60から100センチメートル。頭部は小型。胴体は太い。覆面を覆うロコは大化している。体色は褐色や肺褐色で縦縞が入る個体と暗色斑が入る個体がいる。ふんだんに、 小型ウロコで覆われたヒゲ状突起が左右に一つずつある。この突起で水中の振動を感知し、濁った水中でも獲物を捕まえたり、外敵の存在を察知することができると感覚器官と考える説もある。奥歯に毒牙が,があるが、毒性は低い。植生が多く、流れの遅い淡水中に生息する。完全彗星で滅多に陸に上がることはないが、寒気には泥に潜って耐える。 また陸上ではあまり素早く動くことはできない。危険を感じると体を伸ばして硬直する。食性は動物食で魚類、甲殻類などを食べる。繁殖形態は体性1回に5から13頭の幼、蛇を産む。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。アクアリウムで飼育される。水量は多めにする。 絡みつける細い流木や枝、水草などを入れて隠れが代わりにする。ありがとうございます。